イグロさんみたいにネチネチしてる。こんにちは、アジンです。スライム作りたいけど洗濯のりがちょっとしかなかった。どうしよう、これでは作れないよね。作りたいキャラクターのイメージが白と黒しかなかった。だけどトッピングパーツ白と黒持ってなかった。スライムパレットこんなにあるのにどれに入れていいかわからない。全部白と黒になっちゃうのかな。はい、ということでオープニングからネチネチしましたが、今回は鬼滅の刃のイグロさんをイメージした蛇のようにネチネチとしたスライムパレットを作っていきたいと思います。まずはこちら、ダイソーの洗濯のりを使っていきます。ただない中身がね、ないでね、ネチネチネバネバさせたいのでここから変えていきます。結構割とダイソーの洗濯のりはさらっと作れちゃうので、もっとねちょっともう手にくっついちゃうぐらいのこうネバネバ感が欲しいです。よし、この中に木工用ボンド入れよう。まずね、木工用ボンド第一のネチネチ、もう量とか関係なく入れるから今日はねネッチネチにしてやろう。そしてライバルのね、速乾アクリアも入れましょう。おいネチネチ、これでねかなり強度が出るんじゃないかなと。私もね今回これ作ったことがないのでどうなるかわからない。まだね、なんかサラッとしてる気がするなぁ。これじゃダメなんですよ。違う。グリセリンも足します。どうなるかなぁ。グリセリンはね、ちょっと様子を見て、さらに足すかもしれません。そして、こちら！もちっと伸びる粘土。ダイソーの軽量樹脂粘土。この子の力も借りましょう。入れよう。わぁ！見てください。粘ってます。これも入れよう。もうこの段階でね入れちゃう。さあネチネチしてくれネチネチしてくれ。溶かしますね粘土をね。ベビーオイルも入れよう。ダイソーのねベビーオイルもちょっとプラス2滴ぐらいかな。ちょっとなんかねドロッとしてきたちょっとドロッとしてきたぞ。ボンドよりも粘土とかね、このグリセリン、ベビーオイルあたりが効いてきたかな。どうなるこれ。どうなるかな。明らかに洗濯のりよりもね、他の材料のね、成分の方がこれ強いですね。すごいね、ボンドの匂いがする。ボンド臭がすごいです。強力になんか接着されそうです、これ。そして今回お水は加えません。放射水いきます。放射水もケチろうかな。ネチネチっとするようにねもうちょっと放射足した方がいいんじゃないのっていうぐらいの方がねいいかな。粘土を溶かしつつ固めていきます。おお、来てるぞ。うわネチネチだ。すごい、何この粘り気は。いつもよりもねかなりねいろんな触り心地がしてます。ただなんだろう、どうしてまとまっている。今日はねまとまらなくていいんだけど、意外とまとまっちゃってますね。失敗級にネチネチしたいんですけど、いや意外とグリセリンとかねベビーオイルももう考えずに入れたんだけど、意外といけちゃってるな。ただやっぱりこういつもよりはね手につきますね。これは成功、これでいいんです今日はねこういう風にやりたい。こねていくうちになんかすごくいいスライムになっちゃいそうな気がするどうしよう。ただ音がネチネチじゃない？すごいねネチネチしてる。意外や意外、
すごくね、いいスライムになってしまいました。手にも全然つかないよいや、意外となるもんですね。速乾アクリア木工用ボンド、ベビーオイル、グリセリン、ダイソーの洗濯のり、もちっと伸びる粘土入ってます。やばで、お水は混ぜてません。放射の濃度はお湯200に対して小さじ1の放射を入れてます。うわー、意外といいスライムになっちゃったなただ、弾力はすごい。音はネチネチかな、ネチネチサウンドかな。はい、ということで白完成しました。さあ、今作ったスライムをパレットに入れていきます。基本は羽織をイメージして、あのようにストライプに並べていきたいです。ちょっと予想外にいいスライムになっちゃった。やっぱボンドとか強いですね。パレットに入りました。いい感じ。ユーロさんって言ったらね、これだと思います。続きまして、こちら巨大なアラビックヤマトがね、少し残っているのでなんでね、また今回はこんなに残り物ばかりなんでしょうかすまんイグロさん、残り物ばかりですまん。で、こちらイグロさんの瞳の色にしたいなって思います。グリッターも混ぜようかな。黄色というかゴールドというか、そんな感じですよね。ちょっと作りすぎちゃったんですが、ネチネチいきましょう。グリッターをプラス、ちょっとこんな感じかな。ちょっとここまではね、行き過ぎかなって思うんですけど、ちょっと黄色もやっぱ欲しいな。ちょっと入れよう。おお、さすがアラビックヤマト、ネチネチしてます先ほどのダイソーの洗濯のりに比べると非常にネチネチっとしてます。タミヤカラーのクリアイエローも混ぜます。ちょっとやっぱ黄色が欲しいな。これももうね、あとちょっとですねあと少しでなくなる感じなんだろう今日はおー、いい感じですね。よし、こちらに放射水を加えます。おー、これは期待できそう。弾力、あー、これもね、ねちってますね。いい音鳴ってる。見てください、このネバネバ感。意外とね、触ってて楽しいですよこれ。ただこねてくうちにまとまっていくまあでもドロドロのスライムよりはやっぱりこう触りやすい方がいいのかな。目はここにしよう。瞳をイメージしたスライム。さあ、続きまして、もう片方のね、瞳の色、こちらのシックハイドロジェルフォーム作っていきたいと思う、作ってないシェービングジェルフォームを入れていきたいと思います。これもともとね、色がついてるんですよね。おー、このジェルフォームは無一郎くん風のスライムを作った時に使いました。これも入れよう。わー、すごい、ちょっとふわふわになっちゃうかな。さあ、放射水いきます。うー、ネバネバしてる。ねるねるねるねは、こうやって混ぜて、うまい違う、今日は違う、イクロさんだった。違うわ、ねるねるねるねみたいですよね。蛇のようにしつこくて素敵っていうね、あのみつりちゃんのセリフが可愛くて好きです。おお、すごい、おお、すごい、なんか一気にねふわっとしてきた。あと粘り気がある。このスライムね、今までで一番ねっとりしてますね。ネチネチ結構手にねつきますね。
グリセリンをね結構最後にたくさん入れました。もういつもだったら絶対入れないぐらい入れてやりましたなので結構もったりねっとりしてます。ここに入れようかな。もうちょっと緑が強くてもいいかなって感じですね。アクリル絵の具の黒、あーこれもなんかちょっとしかないグリッターを入れます。そして放射水を加えます。イグロさんといったら白黒ですよね。紫もね入れたいなって思います。ポイント的に紫と、あとはね特別ゲスト、特別ゲストもパレットに加えたいと思います。完成しました。結構トロトロにしてみました。これはグリセリンをねたくさん入れて、お水もあの後ね加えてちょっと調整しましたね。これはでるーってこうやりたかった、うわーみたいな。最初ねこの動画を撮ろうかなって思った時に、もうスライムっていうよりはダラダラの触れない感じにしたいなって思ったんですよ。もうこの感じですよね。やっぱお水は混ぜた方がダラダラにこうなりますね。すごい、もうしつこいくらいこう手につきますね。これうわー、イグロさんみたいにネチネチしてる。さあ入れていきます。このピンクのホログラムのスライムは三井ちゃんをイメージしたいと思います。できました。いやー楽しかった。この黒いスライムがね一番気に入っています。そして今回もみつりちゃん風の桜餅スライムも特別ゲストで置いてみたところが気に入ってます。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録の横にあるベルボタンをプッシュして全ての通知を受け取るにしていただくと最新動画の通知が届くようになります。サブチャンネルの方ではゲーム実況をしているのでぜひ遊びに来てください。